リモコンキー ID。リモコンキー ID とは、地上デジタルテレビ放送などにおいて、放送局単位で決められているリモコンの押しボタン、ワンタッチボタン用の番号である。リモコンキー識別番号、リモコン番号とも呼ばれる。理論上は、アナログテレビ放送で使われてきたチャンネルポジションとほぼ同じものであり、これをもってデジタル放送チャンネルとするテレビ局も多い。 一方、リモコン番号版とするテレビ局も少なからず存在する。テレビ視聴におけるリモコンのチャンネルキー番号は選択することで放送チャンネルを一つ選ぶものである。アナログ放送は国際協定や各国の放送法制で定義されている周波数帯域の1チャンネル分が一つの放送チャンネルに対応しているがデジタル放送は一つの周波数帯域チャンネルで 複数の放送チャンネル、番組が配信できる。また、地上デジタル放送は、従来のアナログ放送と異なりすべてのチャンネルが UHF で送信されるため、1から12までのリモコンのキー番号と、13CH から 52CH までの送信チャンネル、その放送を送信している、実際の周波数帯域チャンネルを一致させることに、不都合が生じる。 これらの事情を総合的に解決するため、1から12までの、すなわち送信チャンネルの番号とは別の番号を、各放送局に割り当てるシステムである、リモコンキー ID が考案、策定され、この ID に従って、リモコン操作上の番号が決定する。基本的に地上波、衛星波を問わずデジタルテレビ放送ではこのリモコンキー、ID に関する情報、SI 情報を、 放送波の中に含めて送信し、受信機で地域設定などの情報と付き合わせて受信した周波数放送を特定のリモコンの番号に割り当てることができる。日本の衛星波や韓国では番号を全国レベルで揃えているため、基本的に危機出荷の時点で情報を固定的に記憶させている。しかし、その後の変更はプログラム化機械で対応するか、 視聴者が手動で設定することになる。地上波、BSCS など複数のデジタルチューナーを搭載した統合型チューナーは各々別に定義された同じ数値のリモコンキー ID を有する。同じリモコンキー番号に異なる複数の放送ネットワークのチャンネルが設定されて受信している場合は機器の使用に基づいて選択可能である。また視聴者が 機器の設定を手動で変更することで指定された、リモコンキー ID と異なる番号に設定することも可能。日本では2000年12月1日に、BS 放送のデジタル化が始まった際にこのシステムが導入された。当時 NHK は三波体制を取っていたことから、1、2、3を占め、4から12までが民間に割り当てられた。その際、 地上波民放キー局系 BS デジタル局を4から8までに固め、衛星波独立局を残りの9以降に配置した。この思想は3年後に始まった地上波のデジタル化にも影響を与え、東京都関東広域圏の民放キー局では、基本的に BS 衛星波の割り当て思想がそのまま持ち込まれ、地上波キー局系 BS デジタル局と親会社、 現在は、グループ、兄弟会社の地上波キー局の番号が一致した。その時点、2003年12月1日での NHK と独立局を含めた BS 局と地上波、在京6局の ID とアログ放送の親局以下、A 親局と略は以下の通りである。なお2003年の時点では放送大学はデジタル化していない。各局がその数字を選んだ理由は、 以下の通りである。NHK とキー局5局は、系列 BS 局も同じ理由。上記選択は、在京局の事情によるもので、全国に広げるにあたり、問題を生み、結果的に、キー局とは異なる ID を選択した、地方局も多く存在している。以下、5大民放ネットワークは特に指定のない限り次の通り表記する。デジタルテレビ放送では、 映像も音声もコンピュータで扱えるデータの形式で送信されることから、このリモコンボタン番号を統一しようという動きが持ち上がった。統一作業は、日本電子機械工業会、現、電子情報技術産業協会が中心となり国、総務省や各放送業者も加わって何度も話し合われた上で決定した。原則として、全国で、 現在のネットワーク系列局の番号統一を試みたが、A 親局と同じチャンネル番号を維持したい一部放送局などの反対を受けて実現しなかった。全国共通で ID2 が割り当てられた NHKE テレ以外は地域によって番号が異なるつぼねが出ることになったが、同一都道府県内では同一番号の原則は維持された。実際、 AO や局が VHF 派のつぼねでは、それと同じ番号の ID となったつぼねも存在する。ここでは、東京以外の事例を述べる。上記以外で、9以降の ID を割り当てられた、機関放送局は、独立局の2ケースと、特殊な1ケース以外は、12の放送大学、関東圏のケースしかなく、11の ID を使用する、地上波無線放送局は損しない。 なお放送大学は2018年9月30日をもって FM ラジオ放送を含む地上波放送を終了し BS 放送とラジコへの移行促進期間に突入しそれも10月30日で停波したためにその翌日の10月31日からは12も空き ID になった。上記の影響で A 親局が UHF 波の放送局は同系列の近局に ID を合わせたり VHF 派、UHF 派に関わらずキー局、純キー局と異なる ID を割り当てられたりしたケースもある。独立テレビ局では以下のようになった。関東広域県では東京 MX 以外の独立局が ID を3で統一しているが、当初は MX も含めて ID を統一する予定だった。しかし MX は広域放送と同じ東京スカイツリーから 送信している、関係上、NHK と在京キー局より、空中戦電力を下げてもなおスピルオーバーが大きい、ため、MX だけ、臨県の独立局と ID が重複しない、Q の採用に至った。一方、近畿広域県では ID を NHK と在反語局が使わない、3、5、9を、隣府県の独立局同士で重複しないように、割り当てている、これで、 3を割り当てられた3テレビは偶然にも曲名と ID が致した。逆に独立局が早々に一桁 ID を獲得したのが中京広域権で戦術の通り TVA はその影響で10になった。放送対象地域外の放送を受信しその放送を視聴したい場合でかつ ID が重複した場合は放送対象地域内の放送をまず割り当てた後、 ID の重複するつぼね一覧を表示して視聴者が手動でリモコン番号を選択するような動作がアリブ TRB14 によって例示されている。この場合は論理3桁チャンネル番号に枝番、生き1から0、生き1から1、1から2が付くことになる。この方法を応用して使い慣れたアナログ放送や全在住地域の リモコン番号に調整している視聴者も存在する。ただし、複数の物理チャンネルが受信できても、ID と放送局名が全く同じ場合は枝番が、かない。2006年から一部のケーブルテレビ、CATV 局で、コミュニティチャンネルなど、自主放送を地上デジタルパスする方式で、送信開始したが、リモコンキー ID は当初は一局に対し一つのみ、割り当てらた。 各都道府県にケーブルテレビ局は複数所在し番組編成も異なるが、ID 自体は各都道府県で統一されている。ID は地上波テレビ局が採用していない11採用している地上波テレビ局が少数である9、10、12を使用しており、その4つから地上波テレビ局の英語や局に該当しない数字から順に割りてる。 アナログ放送終了後は一部地区で二つ目の ID 割り当てが行われており、その ID は地上波テレビ局の A 親局に該当したりしなかったりする。2013年10月現在リモコンキー ID と物理チャンネル、使用周波数の関係はテレビ周波数チャンネルを参照のこと。期間放送局はアリブ TRB14。 地上デジタルテレビジョン放送運用規定第3.8版、一般社団法人電波産業界で規定されているものに一部補足したものを示す。CATV 自主放送については、日本ケーブルテレビ連盟によって規定されたものを示す。ア a l i TRB15BS、交代域 c s デジタルテレビジョン放送運用規定技術資料4.6版。 社団法人電波産業界のワンタッチボタンの機能を搭載する場合、参考となるボタン割り当ての例を示す。この資料ではその通り、ワンタッチキーの割り当て例が提示されているだけで、実装については商品企画マターとするとされている。ただし、日本では大多数のチューナーで、チャンネル設定を容易にするために実装されているシステムによって、 過表の通りプリセットされているのが常であり、過表の割り当て例が事実上地上波同様のリモコンキー ID になっている。独立ラジオ放送、独立データ放送については ID が割り当てられておらず、2007年12月1日の BS11 と12当時の開局に伴い、ID が全て埋まったため2011年10月1日以降に開局した放送局へ、 テレビ放送でも ID が割り当てられていない。従って、スカパーのチャンネルで ID が割り当てられたのは、スターチャンネルの10だけである。2018年12月1日に開始された新 4K8K 成放送においても、民放キー局 KBS 局とワウワウの ID は、HD2K 放送と同じ ID が割り当てられている。また、スカパー、 の 4K チャンネル自体 BS4K 放送では、新 4K8K 衛星放送の開始時点で、ザ・シネマのみであることから、スカパー。の 4K チャンネルで ID が割り当てられたのはそのザ・シネマの10家である。チャンネル名の太字は、チャンネル名と ID が関連付けされていることを示す。便宜上、チャンネルの変遷についても記述している。韓国は、 国土が狭いということもあり、デジタル放送を始めるにあたり、リモコンキー ID 設定を全国で揃えた。その際基準としたのは、首都、ソウルにおけるチャンネルであった。アナログ時代のチャンネルは以下の通りで、すべて VHF。これを基準とし、地上波はボタン6番から11番までに固めることとした。KBS、MBC、SBS、 国内系列民法を含むの4つのチャンネルは、ソウル局のアナログチャンネル番号をそのまま適用し、エブスは10を、日本のテレビ神奈川のような首都圏の独立局である、アブス系ヒとしテレビは8を、それぞれ割り当てた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。